後半は広島ホークスのキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは広島ホークス66番の山岡、島根大学出身のルーキーです。対しまして三重はリターナーを1枚としました。リターナーに入りましたのは80番の桐山、大阪市立大学出身。ここでリターナー80番ボールをキャッチされスリップしました。倒れたところでボールデッドという形になります。三重自陣6ヤードからの攻撃となりました。三重自陣6ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランプレーを選択します。何枠10番ハンドオフを受けてダイブプレー、約2ヤードのゲインとしています。三重10番は三島、北海道工業大学出身のルーキー。三重セカンドダウン8、ボールオン自陣8ヤード。さあ今度はテイルバック16番にハンドオフし右オープンをつかせましたが、これは広島ディフェンス陣集まりよくノーゲインとなっています。ダウン1つ失う形になりまして、次が三重サードダウンの状況と変わります。三重自陣9ヤードから失礼自陣8ヤードからサーダウン8。パス不成功。クォーターバック9番ワイドレシーバー81番へのパスでしたが、このパスはカバーされていてパス不成功に終わりました。三重フォースダウンと変わります。三重フォースダウン8、パントフォーメーションを選択します。エンドゾーンの中からのパントでしたが、このパントは自陣は出すことできずとも自陣42ヤードの視点での攻守交代となります。攻守変わりまして、今度は広島ホークスの攻撃です。広島相手陣42ヤードの力のファーストダウン10。ファーストクォーターバック3番、ここでまず最初のプレーはオプションプレーとしました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーです。クォーターバック自らが持つ形で選択しまして、攻撃権更新です。広島ホークスファーストクォーターバック3番は山口、亜細亜大学出身のプレイヤーです。広島相手陣29ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファースター。
ここでランニング枠29番にハンドオフし、右奥に展開させました。これに応え20番見事にサイドライン駆け上がりまして攻撃権更新です。広島ホークスファーストダウンを重ねます。ランニング枠20番は玉山、京都教育大学出身。三重ファイヤーバード相手陣20ヤードからファーストダウン点、失礼しました、広島ホークスファーストダウン点です。広島ホークスの攻撃が続きます。今度は中央へのランプレーでしたが、これは三重ファイヤーバードナイスタイ、ナイスディフェンス。キャリア21番中央トップを図りましたが、これを三重ファイヤーバード83番が対応しまして、このランプレーを失礼しました、攻撃権更新としています。先ほどわずかに残っておりましたが攻撃権更新といたしました、攻撃権更新しました。東島ホークス21番は岩田、立教大学出身。ボールオン相手陣19ヤードから広島ファーストダウン点、パス成功、ファーストダウン。クォーターバック18番、ワイドレシーバー10番にパスを通し、10番キャッチの後さらに体を伸ばして攻撃権更新としました。広島ホークスファーストダウン。パスを投じましたクォーターバック18番は港谷、京都外国語大学出身。取りましたワイドレシーバー10番は佐伯、関西大学出身。ともにルーキーのプレイヤーがここで仕事を決めました。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック18番一気にエンドゾーンへのパスを投じました。これをワイドレシーバー27番見事にキャッチしましてタッチダウンとしています。広島ホークスタッチダウン。見事タッチダウン決めましたのは広島ホークス27番の浦部、大阪体育大学出身の AG43 プレイヤー。長年広島ホークスを引っ張ってきたベテランプレイヤーがここでタッチダウンを決めました。キック成功しまして1点追加、広島ホークス26点、三重ファイヤーバード6点となりました。後半まず最初の得点を挙げましたのは広島ホークスとなりました。その広島ホークスのキックオフで試合再開となります。さあ三重はリターンに入ります。エンドゾーン近い位置から自陣20ヤード地点までリターンし、この位置から三重ファイヤーバードの攻撃となります。三重ファイヤーバード自陣21ヤードからファーストダウン点、広島ナイスディフェンス。中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これを広島77番が猛チャージしまして約3ヤードロスという形に変えました。素晴らしいタックルをしましたのは広島ホークス77番の西村、島根大学出身。三重自陣19ヤードからセカンドダウン13、
キュービーショット。ここで三重はパスを投じようとしましたが、それを見計らうかように広島52番72番が殺到し、キュービーショット、パスを投じる前に仕留めました。これにより約4ヤードロスに変えています。見事クォーターバックサックを決めましたのは広島ホークス52番の清水、専修大学出身のカムバックプレイヤー、そして77番は先ほどもビッグプレー決めました西村、島根大学出身のプレイヤーです。三重サードダウン17の状況になります。インパス不成功、これをパスでトップ払いました三重。しかしこれは広島23番のパスカットによりパス不成功、あわやインターセプトとなるプレーでした。パス不成功となりましてフォースダウンと変わります。三重フォースダウン17、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは自陣15ヤード。このパントはハーフウェイを越えたところでボールデッドとなりました。攻守交代となります。攻守変わりまして広島の攻撃となります。広島ホークスハーフウェイからファーストダウン10。抜けました、独走です、タッチダウン。ここで広島が選択したのはオプションプレー、そしてランニングバック33番にピッチしまして、そのまま33番独走、一気に右オープン駆け上がりましてエンドゾーンに入ってタッチャー、広島ホークス6点獲得。タッチャーを決めましたのは広島ホークス33番の河野、吉備国際大学のプレイヤーです。そして広島トライフォーポイント、キック失敗となりました、6点止まりです。広島ホークス32点、三重ファイアーバード6点、しかしその差をさらに広げる形になりました。さあ後半も順調に得点を重ねています広島ホークス、その広島のキックオフで試合再開となります。三重ファイアーバード打開図れるでしょうか。まずはそのリターン、キックオフリターンは80番の桐山の走力に注目したいと思います。このキックオフはしかしエンドゾーンに入りましてタッチバックです。タッチバックとなりまして三重自陣25ヤードからの攻撃と変わります。三重ファイアーバード自陣25ヤードからファーストダウン10。パス成功、クォーターバック9番、ここはまずパスプレーで1投目を1プレー目を決めました。
ワイドレシーバー32番倒れ込みながらこのパスをキャッチし約5ヤードのゲインと変えています。パスを投じましたクォーターバック9番はニコ取りました。ワイドレシーバー32番は久保。三重自陣30ヤードからセカンドダウン5。パス不成功。クォーターバック9番スナップを取り損ねボールを後逸しましたがそれを自ら抑えましてパス投げ捨てとしました。前パス失敗ですと元の地点に戻れますので先ほどのプレーそのままロスにすることを避ける判断でした。三重自陣30ヤードからサードダウン5。さあここでイエローフラッグが投げられています。反則発生です。果たしてこの反則いずれのチームにあったでしょうか。無資格レシーバーのダウンフィールド三重ファイヤーバード83番5ヤードのペナルティ。オフェンスの反則です。無資格捕球者のダウンフィールドへの侵入。オフェンスチームのパスターゲットとなれる選手には定まりがあります。ポジショニングおよびその背番号にその縛りがありますがこの場合パスを取れる位置にこの87番がおりませんいない状態でプレーを行いました。その選手がパスターゲットにいたため反則となり5ヤード抜体となります。三重5ヤード下がりましてサードダウン10の状況になります。ボールオン自陣25ヤードパス成功。ファースターナイスキャッチ。クォーターバック9番ここでサイドライン際へのパス浮かせたパスを32番に投じました。これを32番見事なポジション取りでキャッチしまして攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースター。これにより三重ファイヤーバード相手陣42ヤードに入りました。三重ファイヤーバードファーストアンテン。パス不成功。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。インターフェア広島ホークス23番。ディフェンスの反則です。パスインターフェア相手選手に接触して妨害しました。前パスの場合には双方ともに接触して相手を防いではいけません。先ほどのロングパスの際に広島23番体を張ってその侵入を防ごうとした際接触しました。この反則は重大な反則に扱われます。反則発生地点までの前進を許しこの位置でのファーストダウンとなります。従いまして三重ファイヤーバードファーストダウン10。三重ファイヤーバード相手陣27ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10となります。さあここでパスプレーを敢行しました。手前側短い位置にワイドレシーバー32番を飛び込ませその位置へのパスを投じ約5ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバー32番はこの試合絶好調の久保。兵庫県立大学出身。三重ファイヤーバードセカンドダウン5。ボールオン相手陣22ヤード。
さあここで中央へのランプレーを敢行しました。キャリアは25番タックル受けましたが約2ヤードゲインとしています。キャリア25番は鈴木、富山大学出身。三重相手陣20ヤードからサードダウン3。さあエンドゾーンまで残り20ヤード、攻撃権更新3ヤードのこの状況、突破できるでしょうか。パス不成功。ここでワイドレシーバー32番へのパスでしたがスナップ乱れ、このパスは精度定まらずパス不成功に終わりました。パス失敗でフォースダウンと変わります。三重相手陣20ヤードからフォースダウン3。プレーを選択します。ギャンブル3ヤード前進しないと攻守交代になります。三重フォースダウンギャンブルに挑みます。ここでクォーターバック自ら中央トップを図りましたがここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフサイド広島ホーディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤードバッタイ従いまして残り距離を換算しまして三重ファイヤーバードファーストダウンとなります。三重ファーストダウン。先ほど広島が勇み足を踏んだ瞬間にあえてプレーを開始しました。この判断が功を奏し攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファーストダウン。インターセプト、ターンオーバー。ここで三重はパスプレーを選択しましたがこのパスを取ったのはなんと広島ホークス11番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。ここで広島ホークス11番の太田、成蹊大学出身のプレーヤーが素晴らしい仕事を見せました。攻撃権奪取となりまして広島ホークス自陣9ヤードながらファーストダウン10になります。ナイスラン。ランニングバック20番ハンドオフを受けまして右オープンを展開、味方ブロッカー生かしながら攻撃権更新出しました。広島ホークスファーストダウン。素晴らしいランを決めたのは広島ホークスの20番玉山でした。京都教育大学出身。第3クォーター終了、クォータータイム。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして広島ホークス32点、三重ファイヤーバード6点。攻守方向変わりましてファイナルクォーター第4クォーターに入ります。